日テレドラマ、あなたの番です。反撃編考察動画。イエーイ。はい、ということで今日も今回もね、日テレドラマね、あなたの番です。日曜の夜10時半から行っているドラマの方をですね、考察していきたいと思いますね。今日もマリンカちゃんと一緒。マリンカちゃんがいない。もしかして。笑った際になってどうしようなわけない今日はちょっとね、あの撮影の日じゃなかったんでね、今日は、スタッフのビビビクリハルト、そして山田マンに来てもらってます。はい、お願いします。さあ、いや18話終わりまして、18話終わって19、20で終わりですからね。もう大詰めでございますよ。どうしたもんかっていうことですよ。でもね、うん、いやちょっとでも、あ、まあとりあえず一回あれですかね、前回18話まとめますと、はい、南の娘が、殺害された時も笑ってたっていうのが一個出てきましてですね、あとは一章で、翔太が見つけたマンションのタバコの吸い殻は全部南が見てたんだね、外でね、外でそういうことだったんだね、うん、そして佐野の謎が謎が解けましたね。うん、佐野がなんでエレベーター使わずに階段で行ってたかっていうのね。で、あの久住さんがなんでサラーって言ってたのかも謎が解けましたね。うん、というのもありまして、あとはなんだろうな、後半に入ってあとは自習したのかな、タミヤさんが自習しまして、で SD マイクロ SD を提出した。はい、うん、であとは小野ちゃんが何かを隠しているので、でカーテンが一緒だったっていうのがあったのかな、内山くんの、うん、映像ビデオの後ろに映ったカーテンと小野ちゃんの部屋のカーテンが一緒だった、うん、一緒だった。いやで最後、小野ちゃんがグレートボタンになって終わる、グレートボタンブワーってやって、で黒島ちゃんが 89% で黒だって言ってね、うん、あとちょっとあれだ、二階堂くんとあの黒島ちゃんがワーってなってねということですね。あ、まあちょっとね、でもね、僕がちょっとこれはもう本当にストーリーと関係ないね、制作の方で考えさせてもらうと、ここで黒柴ちゃんが犯人ですって出てくるのはちょっと早いと思う。うん、だからちょっとね、僕の黒柴真っ黒説がちょっと今ちょっとね揺らいでいる節がある。お、うん、黒柴はクロちゃんじゃないと、クロちゃんじゃないのかもしれないということがあってですね、ちょっと迷ってるんですけども、サンダーソン・マサコはいつ出てくるんだと。サンダーソン・マサコの意味が分かんないんだよね。なんかどうしていいか分かんないね。サンダーソン・マサコ情報欲しいですか。欲しい。僕いろいろやっぱこうドラマ見ていろいろネットで調べるのが結構癖なんて、癖っていうか。だってサンダーソン・マサコの何にも出てこないんだから何も調べられないじゃん。サンダーソン・マサコと、あなたの番です、うん、出演者、うん、意外な関係が発覚したんです。あなたの番ですの出演者、とある出演者と、うん、サンダーソン・マサコの意外な関係発見しちゃったんです。えまずその前にサンダーソン・マサコ、うん、ゴジャさんどっかでお見かけになったことないですか。え、何、カメラを止めるな。カメラ撮れたじゃないですね。もっと前、え、見たことないよ。20年ぐらい前ですかね。見たことあると思います。芸人さん、サンダーソン・マサコを見たことないよ。思い出せないですか。20年前共演してるんですか。してないよ。誰、あの池袋のゲートパーク、ゲートパークの、うん、たかしの、キングの、キングの彼女、ジェシー、うん、サンダーソン・マサコなんですよ。いやあー、でも年離れた、たかしくんって言ってた、うん、ジェシーが、そうなんだ、サンダーソン・マサコなんです。あ、本当に、はい、うわ、マークちゃんっつっていた時の彼女がサンダーソン・マサコだった。で、ジェシーには恋がたきいましたよね、うん、ジェシーがいなくなっちゃった時にキングが富士そばでナンパして連れてきたキャシーっていうのがいましたよ、ね、キャシー、うん、あのキャシー、キャシー誰、あなたの番です、出てるんです。
チャーシュー誰が知りたいですか。知りたい。なんと、うん、赤池美里さんです。え、そこ、いやちょっと待って、記憶が嘘やろ。え、ってことは僕は、うん、サンダーソン雅子、うん、赤池美里殺害説、うん、これ唱えたいと思います。いやねえよねえよ、積年のねえよ、そんなそんな他の曲の番組で20年前で。いや、あ、そうか、なんかそんな、あー懐かしい感じがする。でも顔見たら、あー、いや、すげえ。いや、これもうない。もう、サンダーソン、まさか出てこないと思う。出てこないですか。出てこないと思う。面白い。これは、どこもやってない。これ、ね、どこもやってないですもんね。結局、桜木瑠璃が何なのかだよね、だね。だから前に言った、七娘説。これまだ俺はいけてると思ってるよ。まあネットではだいぶ騒がれてますね、うん、娘説がちょっとやっぱ翔太くんが婚姻届をバーンって出したと、あ、そっちが違う、あっちの話、うん、1話とか2話とかに、うんうん、あそこにちゃんと、奈々ちゃんの離婚歴っていうのが記載されてるんですね、うんうんうん、ほう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 。それが、平成26年12月25日に離婚してると、うんうん、でもそれはさ、それはあれだよね、こっちの細川麻夫じゃないよね。これがちょっと僕どうなんだろうと思ってまして、うん、これが細川のことなのか、これ細川麻夫はだってまだ細川とはまだ離婚してないんですよね。してないですよ。だからこれ、だから正式には ×2 なんじゃないかっていう、うん、細川とは離婚、まだ離婚してないから、うん、戸籍上 ×1 ×1 誰かと結婚して別れてる。もしかしてそれが、これがネットだと今南さんじゃないかっていう、でしょ、でしょ、これはでもほのかちゃん、ほのかちゃんが娘説、待って、ね、待って、5年前の事件でほのかちゃんが8歳、13年前だとしたらこれルリー子供説はなくなるってこと？両方ってことはないんじゃないですか？まさか、もしかしたらあるかもしれないですよ。ほのかちゃん、桜木瑠璃、兄弟説？したらこれ、そしたら南ちゃんの娘だ。そうだよね。そこになっちゃうね。初婚だとしたら、ね。あら、お父さんっつって。うん。瑠璃、こんなとこにいたのか。ああ、でも、それも。ないんじゃないですか。いや、さすがに。でもさ、その翔太の奥さんだっち。奈々ちゃんのこと南知らないもんだってね、顔見たことないもんね。でも名前、死亡、殺人でニュースになって出てんじゃないかな。そしたら気づくでしょ、あれ、俺の離婚した嫁じゃないかってなるわけでしょ。なってないでしょ、まあ、なってないですよね。違うんじゃないですか、ね、難しいな。とりあえずはでも、まあ、そういう説も今出てますよ、ありつつ、はい、翔太くん本当は犯人説は今順当に考えると、うん、順当にドラマを見て、うん、この人怪しいってなると、うん、多分黒島タミヤ、うん、タミヤも行く、あ、で、うん、小野ちゃんの3人がどれかが黒、やっぱここにはルリは入ってこない。まあ ルリも入ってくると思うんですけど、うん、誰かが黒幕なんだろうなと。でも順当に考えるんですよ。でもね、本当に俺はタミヤさん真っ白説、これは本当に、うーん、もう本当に何だろうな、でこの間も自首したけども、その自首は誰かを守るという、嘘を極めるために劇団に入ったと思う、うん、だからその嘘を全部だから劇団で全部マスターできたから、よし、ここから本番だということで、そう、本番だ、そこがもう劇場なわけ、演技してんだよ、ね、タミヤさんはシロちゃん、シロちゃん分かんないですよ、最終回で居心地がいいって言ったいや、そしたら国民に嫌われる国民みんなが嫌う、違う方ね、うん、
ね、でもまあね、でもやっぱそう順当に言ったら、うん、やっぱ面白くないなっていうのもあるじゃないですか。あるね、だから僕が期待してるのは、うん、翔太君黒幕、うん、もしくは石崎さん黒幕。石崎さんは、いやいやいや、マナカナちゃんのここの一家言ってたね、でもね一番ハートフルな参加者の中で何もないんですから確かに、いやでも唯一ここの家族は唯一平和に過ごしてるんですよ。だって子供もいるしさ、こんな安心した家庭をぐちゃぐちゃにしちゃダメ。一家殺人季節ないですか。いやいや、こっちの一郎くんとふみよちゃんも6歳9歳がしないよキーン。いやいやいや、ダメだよ。来たーって、いやいやいや怖いよ、そんな世の中であっちゃいけないよ。家族でボコボコにしてそしたら微笑ましい、笑顔出ちゃうかもしれない。確かに早川教授出てないんだけど。そうですね。でも俺の中でやっぱその早川教授がもしかしてそういうなんだろうな、あのちょっと待って、早川教授がもしかしてあの人だったら面白いんじゃないかっていうのが秋元さんだったらで最後秋元さんがもう黒、大真っ黒だったらみんなそれだったらみんな納得するわけでもそれが、ね、出ないのかな、早川教授は。早川教授でだからもしかしてさ、もう全く新しい人をさ19話で出てきてめっちゃ怪しくしてもさ考察できないわけでしょ、うん、なんとも言えないんだよな。秋元先生出ないかな。出ないでしょうね。だからそのマイクロ SD に何が入っていくかで、あ、そしてそれが6個の中の5つだけあったのかな、1個空いてたっつって。でその1個がもしかしたらその、翔太君のとこのパズルのジグソーの中の1個がそうなんじゃないかっていう。そうですね、今言ってるけども、いやそれあれマイクロ SD なのかなと思って。違う、うん、まあ、全然、うん、僕らも普段収録でマイクロ SD、うん、SD カードケース使いますけど、うん、1個2個普通に開いてますからね、うん、普通に開いてるよね。だから別にそのピースはピースで開いてること自体は別におかしいことではない、うん、足りないとかそういうわけでもないと思います。もう逆に奈々ちゃんがあそこのパズルのピースにもうこうこれ紙広げたらもう犯人書いててあってほしいぐらいの勢いだよね、うん、なんか紙が出てきて広げたら、うん、てってれって書いてあったとか。てってれはないと思うけど、てってれはないと思うけど、あらちゃんっつってピースのあれは形が違うんですか、うん、色が違う、色だけですよね、うん、なんか色ハゲてんのかなって思って、色が違う、薬品とかでなんかその組み立てた時になんかこぼれていたのか何なのかがついたのか、なんか変色するのか。あそこにだからヒントを隠すために奈々ちゃんが翔太君だったら気づいてくれるために色を変えたんでしょ、あえて、うん、あえて変えて。なんかでもあそこのピースに合わせて切り抜いたものにあの色を塗ってはめ込んだっぽくも見えたんですよね。あ、まあ、質感が違ったかな、うん、取るとなんか裏側にあるんじゃないか。そうなってくると、あ、難しい、どうしよう、決めよう、最後に決めときましょう、宣言しましょう、決めよう、宣言しよう、犯人はこいつだ、犯人はこいつだっていうのを宣言して、してバッと終わって、で来週正解が分かって、うちの動画を言ってること正解で、うん、うおーっつって一人勝ちでいこう、行きましょう、よし、ということで僕が思う犯人は早川教授、秋元先生だではなくてえ、ではなくて、いやその説面白いと思いますよ、誰も言ってないですよ、誰も言ってない、誰も言ってないです。早川教授はね、ワンチャンあるかなっていう気もしなくはないですけど、いや早川教授が秋元先生かと言われるとちょっと違うのかなっていう。でも結局キャスティングする上で誰になったらいいって言ったら、もう秋元先生しかいないですよってなる、これいやあ、いやでもそうなるともう何でもできちゃうからさ、そうなんです、ね、結局黒島を使ったりとかもできるし、
もういいんだ、もう黒島も犯人で、もう本当にもうみんな犯人手番にできるの、その自由になるかね、うん。でも桜木瑠璃は捕まる、小野美希派はただおかしい人、うん、ということで黒島ちゃんは、黒島ちゃんはまあ捕まるな、捕まる、やってると思う。最悪奈々ちゃん生きてる生きてるで、こう奈々ちゃんがもう本当に悪い人かもしれない。もう OK、 もうこのまま行こう、もう黒島ちゃん真っ黒説で行こう、うん、黒島ちゃん黒ちゃん、黒島ちゃん黒ちゃん、うん、空くんが白、空くんが早川教授っていう説ないですか？ないよ、ないよ、どうで博士号取るんだそんなの飛び級もいい加減にしようだよそんなの、うん、そうだね、それでいきましょうということで、次回一体どんな展開になるか皆さん楽しみに見ていただいて、また来週考察取りますんで、もうでもその時にももう全部明かされてんのかな、そしたらもう感想だけ言うことにしようか、感想を言うということにしたいと思いますのでね、はい、ぜひ皆様も考察ありましたらこちらの下のコメント欄に書いていただけると光栄でございます。犯人は綾川教授、秋元先生ですっていうのは冗談いやいや、それでいこう、それでいこう、それでサムネ作りますから、それでいこう犯人は秋元康だはい、ということで以上になりますよ。一体どうなるか皆さん、ドラマの方も楽しみに、本日ここまで、また次回お会いしましょう、バイバーイ。いやちょっとな、でもな、石崎家族本当に怪しい説も出てきたな、本当に全員が本当のシリアルキラーだったら本当面白いね子供も、いやねえなそれ唯一平和なんですよ平和を許すなみたいないいんだよ平和でみんな、うん。